インカーター、サーダーとキャンプデイビット合意は、1978年に行われた外交合意である。サーダーとカーター、ベギンエジプト大統領アンワルアイコールサーは1977年11月にイスラエルへ訪問するなど、ヨムキプール戦争以来の緊張関係の解消を目指していたが、イスラエルの非妥協的態度のため進展は望み薄となった。そこで、 アメリカ合衆国大統領、ジミー・カーターは、1978年9月5日から9月17日に、かけて、サダートとイスラエル首相のメナヘム・ベギンをメリーランド州にある大統領山荘に招待して三者会談を行い、両者の調停に努めた。その結果、中東和平に向けて、中東和平のための枠組みと、 エジプト・イスラエル平和条約締結のための枠組みの二つから、なる、キャンプ・デービッド協定が署名されるなど、一定の成果があったものの、アラブ諸国は、もう反対した。この合意に基づき、翌1979年3月にエジプトと、イスラエルの間で平和条約が締結され、市内半島はエジプトに返還された。しかし、パレスチナの自治については、協議が決裂した上、 サーダーとはイスラム主義組織、ジハード団によって暗殺された。メディアを再生する、記者会見を行う三者平和条約の締結協議の、開始しない半島からのイスラエル軍の撤退、エジプトへの返還パレスチュナ人の統治について、協議を開始。ありがとうございます。